はいおはようございますキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日はですね2月の19日民数記の24章ですね、えー、バラクとバラムの話の、えー、まあ最終回ということですね、えー、今日は3つ目のこのことわざって進化訳はことわざになっているんですけどもこれ他の訳だと託戦とかね えー、書いたりするんですが、これヘブル語だとマーシャールと言ってたとえとか信言とかあとあざけりっていうようなね、えー、言い方をすることもあるんですけども、まあ、神様からのこの言葉ということで、言葉ことざこと言葉ではない。言葉えー、24章1節から読んでいきます。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見。これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。 バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに雇っているのを眺めた時神の霊が彼の上に臨んだ。ここから彼は彼の言とを唱えていったってことでこれ3回目のねえ最後のこうまあ言葉がえここから始まるんですけどもまたょっと全部は読まずにねいきますと5節。 なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕はイスラエルよ、あなたの住まいはってことで、またあの呪えって言ったら、また祝福しちゃうんですね。えー、で、なんと美しいことよ。これ、あれですよ。まあ、東部、東部ですね。東部、素晴らしい、美しい、あのー、素晴らしい、すごい、こうありとあらゆる良い言葉が、あの、という、私のあの解釈では、この。 美しいもね素晴らしいもありとあらゆる褒め言葉が入っているのが「頭部。良い」っていうね神様の「良い」っていう言葉だというふうに自分はあの思ってるんですけどもあとね「見心にかなう」って言葉ことも頭部っていうふうに言うんですね。24章の一節も頭部だね。で24章の五節。えそうですね。 主の御心にかなうっていう24章の一節に出てくる主の御心にかなうのもこれ確か頭部なんですよ。とにかくまあ祝福されてると。でさらに九節の終わりにはこれね「あなたを祝福する者は祝福されあなたを呪う者は呪われる」ってアブラハムの,の,のところですよね。イスラエルを本当にねこう祝福しそしてイスラエルを祝福,祝福する者は祝福される。 呪う者は呪われてこれ最後すすすすごいででよよねね皮肉ですよねバラクに対する皮肉ねあなたを呪う者は呪うはわれるとまで言ってそこでもう10節バラクはバラムに対してもう怒りを燃やし手を打ち鳴らした」「バラクはバラムに行った私の敵を呪うためにあなたを招いたのにかえってあなたは3度までも彼らを祝福した」ってしょうがないですよね。でもう,もうお前になんかもう褒美もやらない手厚くもてなそうと思ったけどもうやんないって言って。 えーまあ、帰れとうううわけですですすバラムはこう言うんですねたとえばらくが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても主の言葉に背いては善でも悪でも、えー、私の心をままにすることはできません主が告げられることそれを私は告げなければなりませんとまた言うわけです前も言いましたけどねでもう帰ると、えー、で帰る時にですね不思議なことを言うんですね えこの民が後の日にあなたのために行おうとしていることをあなたのために申し上げましょうということであの3回イスラエルを祝福したんですけども今度4回目におまけの予言というかこの言葉を伝えます。それが15節からえ19節までなんですけどもここにね不思議なことをね言うんですね。節私は見る しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブの米紙とすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、えー。これなんかこう聞いたことあるようなねことですけれども、これもズバリメシア要件ですね。ヤコブから一つの星が昇り、そしてイスラエルから一本の杖が起こる。 えー、それはダビデのことかもしれませんしでもその先にある「イエス・スキリストを表している三、えー、人の博士」って言ったじゃないですかクリスマス出てくね三人の博士がなぜ異邦人なのにそのイスラエルの星この、ね、星を見て王が生まれるイスラエルに王が生まれるそして彼らが旅をしていったのか。 えー、そこには、この、えー。バラムの予言。このね、この予言というのが。関わっているのかもしれません。えー、その後ね、あのー、またちょっとおまけが多いんです。おまけ、四、あの、四つ目の話をした後に。あと三つ、おまけの、こう。予言というか、言葉をですね。二十節以降ですけども。えー、まず二十節が、彼はアマレクを見渡して、彼のことを唱えていった。 アマレクは国中の中で周囲ののでしかしその終わりは滅びに至るということで二十節はアマレクに対して二十一節はケニ人彼はケニ人を見渡して彼の言葉を唱えていったあなたの住みは堅固でありあなたの巣は岩の中に置かれているしかしカインは滅ぼしくされついにはアシェルがあなたを取りに行くいにするということでケニ人で三二十四は今度キテムえキテムに対しての 予言言言とといううかね言葉を言うとえでこのキテムというのはギリシア帝国を示すというふうに命のギリシア帝国を示すというようなことに言われてます。そして25それからバラムはたって自分のところへ帰っていったバラクもまた人に着いたということでバラムとバラクとバラムとロバの話がねこう終わるんですけどもなんかこう ロバが喋っただけでなくて、えー、ここにも実はいろんなこうね話が入っていてそしてその中の一つとして昨日言ったのでね答えを一つ言いますけどキアスマスマ構造がここにもあると、えー、<laughs> 3回イスラエルを祝福したんですけどもその後ある予言をするとでその後にまた3回別の話をするんですね。 えアマレクトケニジンとキテムに対してのえまあ滅びというかねその国の運命を語るんですがその7つの予言7つの信託のまあちょうど真ん中にあるのがこの一つの星が昇り一本の杖が起こるというメシア予言ということで見るとやっぱりここもあのこうねキアスマス構造 X になって真ん中にメシア予言があるっていうふうにね えー、考えてもいいんじゃないかと私は思ってますあの他にどっかで何だか何か本読んだとかねそういうこと言ってる人がいるのは私今んところ見てないですけどもここもキアスマス構造の、ね、中に、えー、メッシェ要件があるのかなって気はしますけども別に何でもかんでもねキアスマス構造にするつもりはないですけどもでも明らかに7つの拓戦信託 でもその中心にメシアがいるっていうのは確かなことです。はい、ということで今日はここまでしたいと思います。それではまた。ごきげんよう。